ホコタテタテムジムジムジ。ホコタテ史上忘れられない最強重機の戦い。血の勝った史上最強です。どんなものでもぶった切りますよ。どんなものでも切ることができるカッター。いやもうすごい。それは圧倒的な迫力とパワーでどんなものでも切断するガジラカッター。例えばこちらの廃棄車両が、行けガジラ。ガジラにかかれば、ものの見事に真っ二つ。なんだこれ。そんな最強カッターに挑戦者が現れた。対決の様子を見て男は、賞賛ありますよ。賞賛ありますよ。いけると思いますよ。賞賛あり。そして男は熱くこう語った。我が社のワイヤーロープは絶対切れません。絶対に切れないワイヤーロープ、それは50トンもの重量を吊り下げても切れない。命預かってるんで、こっちも、はい、まあね、絶対切れますね、はい、絶対切れない。そして我々は絶対王者ガジラカッター崎山のもとへ。新たな挑戦者の登場を告げると、ぜひ挑戦したいっていう企業があるんですけど、私どもでよければぜひ戦いますけれども。自信あります。まあ何持ってこられてもね、もちろんこの子は最強ですから。相手は関係ない。ここで一つの疑問が生じた。どんなものでも切るカッターと絶対に切れないワイヤロープが相対した時、一体どうなるのか。切れるのか切れないのか、ガジラカッター対決第2弾。ここにこんなことを言う男が、我が社のワイヤーも絶対切れないです。ああ、もう硬さはもう格別ですね。硬さは格別。こう言い切るのはワイヤロープ界の超新星、宮岡純一31歳。ルーキー宮岡さんが勤めるのは大阪のど真ん中に本社を構える大光株式会社。太いな。ここでは様々な用途に使われるワイヤロープを企画販売しています。例えばこちらの直径2センチのワイヤロープは、スカイツリーの建設現場でクレーン車に取り付けられ使用。直径10センチの極太タイプは、世界最大の吊り橋明石海峡大橋を支えるワイヤロープとして活躍しています。中でも最強の呼び声高いワイヤロープが、縦から切っても横から切っても絶対大丈夫なワイヤーロープですね。完全無欠のワイヤーロープ、それがこちら。絶対に切れないワイヤーロープ、その名も極み。特殊な技術で加工された鋼の強度は桁違い。風力発電で用いられる重さ50トンもの羽根、これを釣り上げられるのは国内で極みだけ。確かにすごいね。これその最強の秘密は、ワイヤロープの元となる特殊な鋼と門外不出のこのマシンにあった。その様子を見てみると、まずは一本一本細い鋼がこちらの機械へと吸い込まれていく。このマシンを通過すると、37本の鋼が集結。スイッチを入れるとマシンが回転。編み方は企業秘密、特殊な方法で1本に束ねていく。そして編み上がったものをさらに7本合わせ、延べ265本の鋼からなる絶対に切れない最強のワイヤロープ、極みの完成となる。果たしてその実力とは。パフォーマンスタイム。
登場したのはこちらの鉄をも切るカッター。直径30センチの鉄柱を切るという。いとも簡単に切断。これもすごいや。その刃はご存知、超高合金製という強者。重りを吊るしピンと張った極みは耐えることができるのか。マジで挑戦開始。うわすごい。超高合金の刃が極みに襲いかかる。ばらけないよ。すごい。こんなに切れるのは何でだろう。しかし10秒も経たないうちに刃が止まると表面が少し削れただけ。一方刃はボロボロ。挑戦前と比較すると一目瞭然。全然違いますよ。どのぐらい違いますか。月とスッポンですかね。違いは月とスッポン。一方王者崎山にはある決意が。一発ですね。自信あります。もう一発で自信ありますよ。一発でいいですか。一発でいいです。一発勝負で十分。前回の対決は3分勝負だったが、一発で相手を仕留めた王者のプライドにかけて、今回も一発にこだわる崎山。相手がね、どういう形してるかとか、どういう方向向いてるかとか、そういうので全然変わってきますね。相手に合わせ切り方を変える。例えばビルの基礎工事などで使われる H 型鋼と呼ばれる金属。形が直線のものは掴みやすいので垂直に刃を入れ、しっかり捉えて締め、大体来ちゃうねこれね。一方電柱のような掴みにくいものは、電柱の金属嘘だ、斜めに刃を入れ掴む面積を広げてからひねり切る。どんな相手でも一発で仕留めるためには操縦士のテクニックが欠かせない。あえて言わせていただきますけど切ります。絶対王者の貫禄。一方絶対切れないワイヤロープ宮岡は前回の VTR を見て勝利のヒントを見出していた。ヒントあったか。ちょっと見えましたね、今見とって刃の精度でしょうね。そこにつけ込めるというか、刃の精度につけ込む。宮岡は圧倒的なパワーの原動力である2枚の巨大な刃ゆえにできる噛み合わせの隙間に注目していた。うちのワイヤーロープはその原型の中にまた細かい祖先っていうので構成されてるんで、刃に噛み込んで残る可能性がありますよね。なるほど。一体どういうことなのか。265本からなるワイヤーロープ、一本一本の強度にも自信がある。よって何本かは切れても多くは巨大な刃の噛み合わせの隙間に入り、ワイヤーとしての役目を果たせると考えた。そして宮岡が選んだのは数本あるワイヤロープの中でも最も細い直径 3.5 センチのもの。極太タイプではなく、あえてこの大きさを選択した自信の裏には、ワイヤロープを構成する一本一本の強度に秘密が。太さは爪楊枝よりもスリムな 0.2 ミリだが、引っ張る力に対する強度はすごかった。なんと250キロもの冷蔵庫を吊るしても何のその。さらにこうなったら分かんないですよ。驚異のパワーが隠されていた。この 0.2 ミリの最強に挑むのは、江戸時代からの歴史を持つ剣術無外流の師範。果たしてその自信の歩道は。切ります。鉄を切る
斬鉄剣で真剣勝負。斬鉄剣。切れない。ほら、うわ、曲がっちゃったんじゃん。曲がっちゃったよ。跳ね返された。少し傷がついた程度。うわ、一方、刀は刃こぼれ。丈夫ですね。初めての経験です。68歳にして初体験。自信なかったらね、物は作ってはダメだと思うので、絶対切れないです。自信を持って王者に挑む。対決のルールを説明します。今回はガジラカッターが一度ハサミを入れるだけの一発勝負。重りが落ちればガジラカッターの勝ち。全部が切れずに重りが落ちなければワイヤロープの勝ちとなります。切らなきゃ始まらないですよね。切らなきゃ始まらない。縦横無尽大丈夫ですね、はい。縦横無尽に大丈夫。うーん、パツンって感じですね。パツンと一発切ります。ベストを尽くします。絶対王者か、勇敢なる挑戦者か、果たしてどちらが勝つのか。対決当日、絶対的な自信を胸にガジラ DS カッター崎山が相手を待ち構えます。鼓動が高鳴りますよ、鼓動が。めっちゃおるよ。めっちゃおるよ。開けるな、数じゃない、数じゃない。少しずつ対決に向けた緊張感が高まってきます。ガジラ TT が、あれいいですね、ガジラ TT。降りましょう。そして車から降りて対戦相手に近づくワイヤロープの宮岡純一。両者が名刺を取り出して、さあ小型で名物の名刺交換。相手の会社名とそして相手を確認します。じゃあうちの商品、はい、まず見ていただきましょう。パソコン、早くどんな相手かを知りたい、そんな崎山の表情が伺えます。これがうちの最強です。さあオレンジのカバーをめぐる、ついに姿を現した。絶対に切れないワイヤロープ。無言で近づくガジラ DS カッターの崎山です。硬そうですね。硬さは半端ないですよ、うん、このひねりにも秘密があるんですよね。そうですね。淡々としたね。裏切るように悪いんですけど、持ち込んでるんです。この辺りは想定内の相手と考えているか。曲げんな、口でも曲げんな。さっきだ。さあ生で見るこのガチャ DS カッター、圧倒的なこの存在感。これはうちの最強のカッターです。ちょっと唇を噛みしめている宮岡です。かませかませ。あ、やはりカッターの部分が気になります。熱いですね、歯が。ええ、うん、多分大丈夫だと思います。はい、大丈夫という声が宮岡純一から漏れました。まあ、お手柔らかに。ええ、こちらこそ。やっぱ王者の余裕な、まあ、絶対切れないです、はい。まあ、じゃあ一発で切らさせていただきます。さあ前哨戦は五分と五分か。この世紀の対決には安全面を考慮し、国内最大級の40メートルクレーンを用意。次に最強のワイヤロープ極みをクレーンに設置し、どうなんねやろ。重りを吊り下げ、高さ20メートルの位置まで上昇。対決のスタンバイが完了した。いよいよ対決の火蓋が切られる。高さ40メーターのクレーン、その先にワイヤロープ、そして左側にはガジラカッター。全てを託したその思い。しゃいきますか。さあガジラカッターのエンジンに今火が止まりました。
刃渡り76センチ、重さ 3.6 トンというこのカッター部分、耐えるよ。うなりを上げながら、そしてゆっくりと絶対いけないワイヤーロープに近づきます。あ、いけいけ、クスンって言うわこれ。今回はその破壊力にさらに繊細さ、操作性も加えなくてはいけません。吸収しろ吸収しろ、ゆっくりと回転しながら、そしてワイヤーロープに近づいていきます。なんだなんだおい、どうなってんだこれ。うわー、獲物を、さあ一瞬で勝負が決まる。でかいよ、一発や。そして勝者と敗者が一瞬にして決まる。一発で蹴るために練習を重ねてきました。極めいける。このポジションに崎山は決めたか。社員は自信満々です。さあいよいよガチラカッターがワイヤーロープに襲いかかります。果たして切れるのか、切れない。仙侠世界公测开启硬派团战模式。うわー、獲物でかいよ、一発や。極めいける、守れ、頑張れ極め、残れ。極み、来た、極み、来た、極み、うわ、いけ、うわ、あ、止め、止まってるぞ、止まってるぞ、うわ、フルパー、フルパー、あ、残った、残った、残った、高いな、やばいという声が、先山の口から漏れた、やりは、これはワイヤーロープか、このまま耐え切るか。アクセル踏んでみった。さあこれで消えなければ、ワイヤーロープの勝ちなるか。どうだ、切れた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 、ぶち切れた。マジか、やっと笑顔になったガチラカッター崎山。見たくない光景が今目の前に広がっています。無残なまでにこのワイヤーロープの先がご覧のように破壊されています。しかし相手は最強ワイヤーロープ、ガジラも無傷ではなかった。切れる時の音はやっぱり硬い音ですね、ものすごくいい製品だと思います。相手の方も乾杯ですね、はい、残念ではあるんですけど、こういう想定外にも耐える、それを想定内にしていくことが僕らね、加工マンのやることであるというか、はい、義務と。素晴らしい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。最後は両者が笑顔、そしてがっちりと握手を交わしました。互いの職人魂をかけて熱き戦いを繰り広げてくれた2人の男に。